どうも、ラッチステーションです。今日はちょっと右手がめちゃくちゃ痛いので、左手でバインド用を扱っていきたいと思います。はい、どうも、ラッチステーションです。ということで、今日は右手がね、筋肉がめちゃくちゃ張ってて、これはちょっとこれ以上今日はやりたくねえなって思ったので、左で投げれば痛くねえやという、そういう安直な考えでやってます。いざやってみるとルーピングとはまた違った、全然違うっていうか、いつも最適化、右手左手で最適化してた動きが真逆になるっていうところで、ちょっと脳が混乱してます。バインドのキャッチの時の手はどっち向いてるかとか、そういうところもね、忘れちゃってるっていうか、新しく覚え直しっていう状態なんで、糸をかける方向も、間違ってますね、多分ね、これは。ということで、逆手でのヨーヨーも、頑張っていきたいと思います。で、ここでムーンサルトを挑戦してみようと思ったんですけど、いつも部屋の右側に振り出してるんですけど、今回左側に壁があるんで、なかなかちょっと振り出せないっていうことに気づきましたね。この部屋の隅っこでやるっていうところでの一つ欠点が見つかりました。で、3A でなんかよくやってるウィップからのキャッチっていうのをちょっとやってみたいなと思って、前情報なしでこれはちょっと試行錯誤でやってる感じなんですけど、なかなか難しいということで。ここ考えてますね。どっちの手でキャッチすればいいのか考えてます。おっと、やりましたね、これはね。やっちゃったので、座布団を敷きます。ベーシックレベルの技からちゃんとコツコツやっていくのがいいんでしょうね。あと、もうバインド用じゃなくて、普通に、引き戻しのやつを使った方がいいと思います。そしてまたぶつけるっていうね。座布団敷いた意味は、一体どこにあったのかと、小1時間問い詰めたいです。床に傷がめっちゃつく、これは。で、アトムマウントもちょっと精一杯みたいな感じです。寄り直しするのでももう一苦労って感じです。まだまだっていうことで、やっぱりヨーヨーは奥が深い。それじゃあ、また明日の動画で。キープ競争。